掛川市の高校生と地元のスーパーがコラボした惣菜の販売が今日から始まりました。今日から販売を開始したのは、静岡県産の地鶏を使った大地のハーブ鶏と、駿河湾で採れた桜エビを入れた爽やかかけ西海鮮サラダの2種類の惣菜です。掛川西高校の食物研究部とフードマーケット3000が共同で開発したもので、地元食材を活用しているのが特徴です。老若男女の皆様に美味しく食べていただけるようにすることと、あと地元のものをよく知っていただけるようにしました。